さあ、それではゲームを振り返ってみましょう。ライオンズ先発は松本でした。初回です。先頭バッターの田中は初球打ち、センターフライ。この後ランナー、ワンアウトで二塁一塁となって、打席には4番の長野。長野の打球はサードゴロ、併殺打に倒れます。初回を0点で抑えました松本です。一方カープの先発は森下、2回のピッチング、エラーをきっかけにノーアウト満塁とピンチを迎えます。ここでバッターボックスは7番の木村文和。ショートゴロ、ダブルプレーの間にライオンズが1点を先制します。3回の松本のピッチング、ツーアウトランナーセカンドという場面で土を見逃しの三振に取ります。続く4回のピッチング、西川見逃しの三振、長野見逃し、その後長野の見逃しの三振進歩、イニングまたいで3人連続見逃しですね。そうですね、本当にコントロールもいいイニングではありましたよね。はい、でツーアウトにした後、5番の松山もセカンドゴロに打ち取って、この4回非常に落ち着いたテンポのいいピッチングを見せました。この辺りから尻上がりになってきましたからね、はい、そして5回です。ツーアウト3塁1塁という場面で8球を三振に取りました。で、ライオンズはその5回の裏、ブランドンのヒット、さらに西川も見事な身のこなしのヒット、三塁一塁とします。この後画面はワンアウト満塁とチャンスが広がって、打席には4番の山川。でここを森下が抑えるんですね。ね、ここは冷静に非常にこう大事に投げてましたよね。はい、森下は96球でマウンドを降りて、2人目森浦が打席に入って、20年目のベテラン栗山を打ち取りました。ルーキーの森浦。7回です。松本がマウンドにさらに上がりました。2アウトの後7番の磯村がセンター前ヒット、ここで106球を投げていた松本がマウンドを降ります。まあ、ほぼ予定通りのイニング数ではありませんけどね。はい、で、カープに得点は許しませんでした。そして7回の裏ですけれども、3人目ケグナに対してドラフト1位ルーキーの渡辺健人、しかしピッチャーゴロに倒れます。8回のライオンズのマウンド、平が上がりました。ワンアウトセカンドから高橋がサードへ、これが渡辺のエラーを誘います。この後ワンアウト満塁とカープのチャンスが広がって、バッターボックスは4番の長野、空振りの三振、さらに松髄、この長野松髄続けて変化球で移りましたね。そうですね、非常にまたそれもコントロールされてたんでね、うん、よかったと思いますね。はい、そして9回です。今日1軍に合流をしました4人目ギャレットがマウンドに上がります。2アウト、3塁2塁とピンチは招くんですが、最後のバッターは初期三振に打ち取ってゲームセット、1対0ライオンズが、併殺打を噛み上げた1点を守りきって、カープを下しました。